いつもご視聴ありがとうございます。工房ともチャンネルです。今回はヤリズ車検を出したので、その報告動画になります。今回の車検でね、リコールがね、発表と、まあ運良くはないんですけど、重なったので、車検で同時にリコールの対策もしてもらいました。まあね、調べた限り何の被害もなかったらしいので、まあ安心してこれからも乗れると思います。この日本ライティングのヤリズ専用 LED は別動画に撮ってるんですけども、きちんと車検通りました。装軸も光量も完璧です。やっぱね、お高いだけあって安心して車検に通るっていうのはやっぱ強みですよね。プロジェクターの LED いいっすよ。やっぱ何はともあれ、一番変わったのがここの車検証じゃねえ、車検のね、マークがここに指定になったということで、正直気にはなりますね、運転手でね。正直ね、この位置ね、慣れないと気になるんですよね。まあそのうち気にならなくなるとは思うんですけど、ネットでもね、賛否両論で見やすいっていう人もいればね、そもそもこの数字を忘れちゃいけないでしょっていうね。まあ、運転中に視界に、やっぱね、最初、今までなかったところにあるもんだから、気にはなりますね。はい、ということで、まあ、燃費データなんですけども、まあ、参考にはならないと思うんですけど、ここはちょっとね、街乗り、近所、スーパー買い物みたいな感じ。で、普通に走れば、もうリッター20いってるわけですよ。なかなかね、優秀ですよ。ガソリン車のヤリス。まあ、14インチで空気圧高めにしてるっていうのもあると思います。今回はヤリスの車検取ったという動画でした。まあ、内容はほとんどなかったんですけども、報告ということでね、愛車まだ乗ってるという報告も兼ねて動画にいたしました。ご視聴ありがとうございました。